ぜひ手を挙げてお知らせいただければと思います。おいしい大きな声で答えていただきました。では順番に聞いていきます。こちらの赤ちゃん、お姉さんの大きいだと思う方。 ありがとうございます。元気よく手を挙げていただいております。じゃあ妹の大きいだと思う方。ありがとうございます。はい、あ、正解は妹の桜浜ですので、はい、皆様大正解でした。はい、何名かまだ桜浜と答えてた方がいらっしゃいましたので、はい、ぜひ2頭の耳の大きさ見比べてみてください。体重キロもありますので重たいので私の息も少し増えてしまっておりますが、この後は皆様からのご質問に一人もお答えいたします。何かファンについて聞いてみたいことありましたら、ぜひ大きく手を挙げてお知らせください。必要な方でも、スタッフ後ろにおりますのでお伺いしますので、遠慮なく手を挙げてお知らせください。はい、あ、奥で挙げていただいてますかね。はい、お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。パンダの尻尾、どういう風になっているんですかというご質問いただきました。パンダ実は短いんですが、尻尾があります。ではこちらの妹の頭皮にちょっと見せていこうと思います。大人のパンダでも尻尾はわずか人間の指1本分くらいです。ちょっと嫌がってますか。こんな感じの、はい、こうしております。長さだいたい10センチもないくらいの尻尾で、毛がたくさん生えてますので、ちょっと大きな尻尾に見えるかと思います。はい、ちょっと一番近いのはウサギの尻尾を想像してもらうと近いかと思います。中の尻の部分は細いですが、パンダは寒い環境に暮らしますので毛がたくさん入っておりますので、ちょっともこもことした大きな尻尾に見えるかと思います。はい、ご質問ありがとうございました。それでは他に何かありましたらもう一度お答えいたしますが、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。皆様ご質問は大丈夫でしょうか。はい、では最後にお伺いします。はい、ご質問ありがとうございます。さあ、リタは今何を食べているんですかというご質問いただきました。今は実は固形のもの全く食べれず、ミルクのみです。お母さんラオヒンの栄養満点のミルクと、あとはパンダ専用に作られた粉ミルクがありますので、パンダ専用のパンダミルクというものを与えております。もう少し大きくなってきますと、大人と同じようにリンゴやニンジン、ビスケットなど食べれるようになりまして、1歳になった頃にようやく大人と同じ酒を食べれるようになっていきますので、はい、今でも酒かじったりはしてるんですが、遊ぶだけでしてまだ食べることはできておりません。これからだんだんと食べれるようになっていきます。ご質問ありがとうございました。それでは皆様ご質問ありがとうございました。少し短いですが、このあたりで有事用品商品のレクチャータイムは終了とさせていただきます。この後もしばらくは2頭外で元気いっぱい遊んでいる姿ご覧いただけるかと思いますので、どうぞごゆっくりこの後もアドベンチャーワールドで素敵なひとときをお過ごしください。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。